ジーランス。だよね、あなた。でもそこにいたらさ、取れねえじゃん。ずれやつだな。ダイビングで海底散策。こんにちは。前回ジムリーダーと戦ったらあんなでっかい地震が起こっちゃって、どっかでダイビングすればいいんですって。ダイビングか。もちろんマリルリに覚えさせるしかないんだけど、いやー、もうなんていうも言えないよね。現実と、あれ、こんな植物生えてたっけ。あれあったっけ、こんな植物。まあ、いっか。現実とさ、リンクしすぎてるところがあって、怖いというか、ねえ。どうすればいいのって感じ。え、なにこれ。なんでこういう壁みたいなのね。どうなってんのここ。え、なにこれ。あ、ダイビング覚えさせないとね。なにこれ。ああ。お兄さんが邪魔してる。ここは？特産ねえとかしか書いてないな。何があるんだろう。この島ほんと何？え、なんか遅いのここの辺。いやー、この島、登れないのか。何の島なんだろう。西の島とか？徳之島とか？いつもと違う演出だからびっくりしちゃった。なんか怖いポケモン出てくるかなと思ったんだけど、全然大したことなかった。あれ、こっち行っちゃうと戻っちゃうね。この島なんだ？なんでもないのか。なんでもないってあるんかって感じだよね。あ、ここ何？意見し。なんか不思議だね、ここら辺。冒険してて楽しいけどさ。でもこっちじゃないんだ、やっぱり。どこなんだろうね。砂浜みたいなとこあったんだよね、この前見たときは。ここら辺なんで遅いの？わあわあわあ。おっと、危ねえ。何かあんのかな、ここ。白い岩があるね。白い岩の、トカラ列島の島って聞いたことないな。ダイビングってここら辺のことか。白い輪があるけど、でも砂浜じゃないんだよな。砂浜。どこ？何してんのこの人。野生ポケモンと関東が多いから、ゴールドスプレー持ってたら使おっか。ゴールドスプレー最近使ってないね。一時期はさ、ものすごい大量に持ってる時があったんだけど、今1個しか持ってないや。昔はよく使ってたんだけどね、最近使わないんだよ。私が強くなった証拠かしら。でも砂浜っぽいところやっぱりないよ。どこ？これ？いや、こんな小さくなかった。わからんに。ここ？そんなことないしな。こっち砂浜っぽいね。ここは？あれ？看板が何も書いてない。サイユシティ。サイユシティ。聞いたことないな。サイユシティだって。ジムあんのかな？行ってみよっか。危ねえ。ああ！くそ。サイユシティはまだ遠い。そうなの？地図だとすぐそこなんだけど。じゃあ行きましょう。嬉しかった。僕の初勝利も遠い。今まで勝ったことねえのかよ。情けねえな。こっちかな？サイユスティ。てか、なんか、マップにあるこれって何？すごい離れたところにね、ポチってあんの。南のこと。あ、南のことか。なんでもないわ。なんか、すっごいポチってなってて不思議。沖ノ鳥島みたいな。うわ、なんじゃこりゃ。あ、滝登りか。滝登り使わないとたどり着けない町があるんだ。持ってたっけ、滝登り。滝登り。ない。ダイビングどの道覚えさせないといけないね。
間違えた。あなた覚えるわけないね。マリルリ。威力は80だ。忘れさせんのは、アクアテール？転がるじゃれつく。転がるだな。オッケー。どんどん強くなっていくね。でもダメなんでしょ？効果切れちゃった。ダイビングが必要ってことなんでしょ？でもあの砂浜じゃないところでもダイビングすればいいってことなの？おい！浮き輪ってなんだかドーナツみたい。パクって食べたら美味しいのかな？美味しいよ。食べてごらん。死ぬから。食べて。じゃあ行きましょう。美味しかった。お腹すいた。夜中だもんね。ここら辺のさ、バトルになってもみんな水タイプだから、次回に一発で倒せるのはすっごく嬉しい。ダイビング使ってみよう。絶対無理だと思うんだけど、こんなところ。まあ、お試しぐらいの感覚でいいよ。怖っ。あ、さすがにいけないのか。この地の底に落ちたらどうなってしまうんだろうと思ったんだけど。うわ、なんか終わるね。あと絶対ここ違うね。明るいところじゃないときっと上に上がれないんだね。何あの人。一生沈んでろって感じ。どうしよう、こっち行ってみよう。深い海だ。そうだね、深そうだね。サメとか出てきたらどうすればいいんだろうね。人食いザメとか。何ここ、洞窟がある。入ってみよっか。怖っ。海底洞窟。何もないじゃん。他見てみよっか。何？ポポンっつった。今ちょっと何かが見えた気がしたんだよ。気のせいか。何かやったよね。ここら辺だと何が出てくるんだろう、ポケモン。127番。やっぱり。あ！これ！もしかして、あ、チョンチーか。普通に見えるんだね。それは嬉しいかも。こっちは何もなし。基本的にポケモンは出てこないか。こっちは？海底の探掘。面白いね。これだと、どこに自分がいるかわかんないわ。いて。ここら辺がなんかもう一個街があるみたい。さっきは滝が必要だったんだけど、ここを上がって右に行くと何かがあるのかな？ないのか。あ、行けないか。あ、でもなんか行けそう。あ、無理か。俺だけ取っとこう。キトさん。無理そうだね。この辺でパシャパシャしてると何になるんだろう。ちょっと追ってみよう。ええ、さっきペリッパーとの遭遇率が高すぎてさ、楽しみが減るよね。さっきの海底洞窟で、上がってみよっか、上に。どこだったっけ？チョンチーの進化系がマナフィー？進化するんだっけ、マナフィーって。ジーランス。だよね、あなた。でもそこにいたらさ、取れねえじゃん。ずるいやつだな。ずるいわ。ここら辺にも出てくんのかな、野生ポケモン。ちょっとやってみよう。さすがにさ、ジーランス出てきても逃げられないぞ。行ってきなさい。あ、出てこない、ここ。図鑑ナビ何にも出てこない。じゃあ会場上がろっか。何があるんだろう。上に上がったら、
ギラティナが待ってたりして。何もないか。うわ！びっくりした、なんかとんでもないのがおるやん。何これ？ここどこ？いやいやいや、その何をしてる場合じゃないし。何今の鳴き声？聞いたことがある。すごいバシャバシャ鳴ってんじゃん。くそー、今ちょっともう一回。そんなすぐ逃げられんの？かなり強そうなポケモンな気がする。鳴き声が違くない？さっきと。なんだろう、ポケモンのねシルエットが出てるんだけど全くわからん。コウモリっぽいような形してる。どうだ、みんなわかる？どこにいる？いた。私は絶対戦うからね。そう、動きすぎ。誰あんた、伝説か？いや、大嫌いなドクラゲだったやん。超ショック。なんで教えてくれないね。鳴き声聞いたことあるからどうしたろうと思ったらさ、知ってるキャラだったわ。てか持ってたわね。やっぱり戦わなきゃいけないんだね。使え、今砕き、止まる。かっこいい。いい。怪力って持ってたっけ？持ってないんだよね。怪力覚えさせないといけないんだ。怪力誰か覚えられないか。まあ、大抵の子覚えるね。どうしよう。コモル。うん。確か源かでは、技忘れおじさん的なのいるんだよね、どっかに。なんかそれまでの間。どうしよう。髪の毛を忘れよう。威力はノーマルだね。じゃあ本日はこちらで以上となるかな。次回はこの、ここ何？海底洞窟って場所を探索しましょうか。では本日はこちらで以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、そしてツイッターの拡散もぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。Thank you.